I think I'm just going to do the exposition and the Bond conversations for Joongi and Zhao. Welcome, everyone. If you're watching on YouTube, this is Chapter 12 of Yakuza Like a Dragon. Chapter 12, the end of the Yakuza? What? まだあんのか。こんなに食えねえぞ。大丈夫ですって会長。食うのは若い俺らに任せてくれりゃ。私らはまだ全然いける。心配いらないよ。いただきます。さっきから食ってばっかで何も話せてねえじゃねえか。 確かにうめえけどよ。じゃあ俺が議事進行しよっか。 これが久米君、ブリーチジャパンの横浜支部長。次の総選挙でこの地区から立候補するって御仁だよ。青木亮がこの偉人帳を自分の色に染める手始めか彼ってわけだね。ここだけじゃねえ。 A very usable tool. 全国でブリーチジャパンの支部長たちが出馬するんだろう。そうみたいだね。 止めりゃもはや日本中がなるようにしかならねえ。今青木知事の人気に対抗できる勢力はどこにもねえんだからな。ちなみに星野会長は久米は当選確実って読み？まあな、久米は絶大な青木人気の後ろ盾だけじゃなく、 サポートも全力でやってもらえるだろうからな。やはり手がてえとこだろうな。ああ、しかも青木亮にとってここ偉人町は特別な意味を持つからな。かつて荻窪豊かの王国だったこの町を取ってこそその後継者を名乗れるということは誰より理解しているはずだ。そうだな。 たとえ日本中の他の地域で民事党が勝ったとしても、この偉人帳を取らねえと意味はねえ。どんな手を使ってでも勝ちに来るだろうな。そうだね。ああ、やっぱり納得いかねえな。ですよね。ん？何がだ？ だってそうでしょ。このままじゃやられっぱなしですよ。しかしほっといたら結局勝つのは若です。でもブリーチジャパンなんて近江連合を手足で使ってる限りなく、ブラックな連中ですよ。そんなのが偉そうにグレーゾーンの排除だとかヒーロー気取りで抜かしやがって、おまけにこのまま日本を牛耳るだなんて、そんなの納得いくわけねえでしょ。 だが相手は政治家だぞ。さすがにその領域に手出しは。情けねえこと言うなよ。あんたたちは自分らなりのやり方でずっとこの町の弱いもん守ってきたんじゃねえのか。それ偽札作って偉人帳の均衡を保ってきたことはお世辞にも褒められることじゃねえよ。でもあんたらみんなこの町の世話になって、 この町に恩があるって気持ちに嘘はねえんだろ。それに偉札の話だって最初に持ちかけてきたのは荻窪だ。でもここにいる誰一人として金儲けがしたくてその話に乗ったんじゃねえ。元はといえ、この町で起こる抗争を止めるためだ。もしこのまま黙ってちゃ偉人さんの名が廃るってもんですよ。 おい、ちょっと言い過ぎじゃねえか。調子に乗ると私も黙ってられないね。ちょっと待った。僕は春日君に同感だね。お前、
俺らは確かにグレーゾーンの住人だよ。表立って自慢できる生き方もしてこなかった。でも自分の部下や家族を食わせるっていうプライドだけはあったよ。それについちゃ孫妃も同じじゃない。今ここで引くってことは自分らの過去を丸ごと否定することだよ。ジョン、俺はハンピン・リューマン全員の命をあんたに預けたのだぜ。このままじゃカッコつかねえだろ。ここは新しいリーダーの最初の仕事だと思って力貸してくれ。分かった。星野会長、俺からも改めてお願いします。お知恵をお貸しください。ああ分かったよ。まったく、ただご馳走するって言われてきたんだよな。すっかりのおそろいしまった。ただほど高いものはないからね。よし、じゃあ行ってやりましょう。調子に乗ってる若造に一矢報いてやるか。でも手始めにどうするか。いや、what do we do? そうだね、目標を定めないと。そこはやっぱ決まってるでしょ。あ、何？若のメンツを潰すことさ。つまり。つまり？この町の選挙で久米が落選すりゃいい。All right. We're gonna be counter campaigning. どうやって？いや、まだそこまではわかんねえですけど。でも、もしやれたらざまみろって感じですよね。簡単に言うんじゃねえよ。じゃあ襲って立候補できない体にでもするか。ならうちの暗殺部隊が殺す気かよ。抵抗されれば最悪の場合は。そういうのはダメ。それにそんなことしてもすぐ次の立候補者を立てるだけだよ。向こうは勝つまでやめる気はないでしょう。勝つまでやめないか。うん、それで。え？つまりこっちが普通に選挙で勝ちゃいいんだ。久米より票を取れる候補者立てて思いっきり任す。でなきゃ若の花は明かせない。 Oh God! Campaign Simulator coming up! 通っちゃえるが、久米より票を取れる人間って言われても。ま、相手は久米っていうより青木亮の人気が票の源泉だけどね。星野会長、誰かお心当たりはありませんか？あいにく思い当たる人間はいねえな。今まで荻窪という存在が大きすぎたせいで、この町やまともな対抗馬が育たなかったからな。選挙の時はいつも形ばかりの対立候補がいただけだった。じゃあ、いっそ星野会長の人はどうです？なんだと？だって地元じゃ顔も広いし貫禄もあるし。いくら慎重でも極道が当選するわけねえ。当選したら下で世の末だ。確かに。誰ら探してみる。青木亮に勝てる候補者をな。お願いできますか？構わねえが、俺にだけ骨折らせるつもりじゃねえだろうな。はい。選挙ってのは金がかかるんだ。候補者見つけたとこでその金まで俺に出せってのか？先に言っとくけど、今うちに金の余裕はないよ。いかほどかかりますんで。全部出せとは言わない。だが立候補するには供託金300万ってのが現金で必要。3 million yen. We've got like 17 million right now. 俺に用意しろと。でかい喧嘩を売ろうって人間がそれぐらいの金作らなくてどうすんだ。はあ。Honestly, how about we run Eddie? どうする、春日君。Yeah, I think Eddie would be a good candidate.
I need 3 million yen to bring the fight to the young master. Not exactly pocket change. Once I have the money, I guess I can just throw back some drinks at the bar until Chairman Hoshi, you know, finds a candidate. Okay. We're gonna do the drink talk conversations with Zhao and Jungi, and then end the stream. Wait, what? Okay, there's main story elements to do as well. Once we get back to Survive. It's Sotenbori. Is that even in this game? Hello? Aniki? What? Wait, me too? Yeah, do you have a sec? I need to talk to you about Arakawa-san. It's about the allies he's gonna need soon. You bet I have time. I've been waiting for this call my whole life. Thanks. So yeah, Arakawa-san, he's actually... Oh, there's more! We might not get to these, Yeah, we might not get to these, drink talk conversations until, next stream. I do want to end within the next 20 minutes. Oi! Wait a minute, Ichiban! What the hell are you going to go to Osaka? Heh. Arakawa no oyasan niwa tasuke ga iru nda. Kono ore no tasuke ga na. Mitsu kara renraku ga atta nda yo. Ima, oyasan mo Sotenbori ni mukatteru toko da. なんで大阪に？俺もまだ詳しく聞いたわけじゃねえよ。蒼天堀っつったら近江の総本山じゃねえか。お前向こうで素性知れたらやべえだろ。よく考えろよ。でも助けがいるっておやつさんが言ってんだ。でそのおやつさんが大阪に向かってんだよ。だから俺も行くんだ。考える必要なんかねえ。足立さん、こうなっちまったらこいつは止めらんねえだろ。分かってるよ、ったく。でも一番よ、偉人町の方はどうすんだ。もうすぐ選挙だぞ。お前が青木亮に喧嘩売るって言うから俺らも付き合って今まで金稼いできたんだぜ。 We got it. 分かってる。とりあえず供託金の300万は作れたよな。その金は俺がこれから清流会に預けに行くよ。金はできても問題は残ったままです。まだ久米の対抗馬に立てられる人間が見つかってませんので。そいつは星野会長が何とかするって話だったろ。 Have a plan B。 約束は守ってくれる人だ。こっちは金を用意して、あとは会長を信じようぜ。なるほど。では道中お気をつけて。ほらイケメン、勝手に見送ろうとしてんじゃないっての。マンキャンディ、本当に行くの？だったらみんなで行こうよ。いいね。俺大阪にはまだ行ったことないんだよね。いや、悪いが蒼天堀行くのは俺だけだ。足立さんの言う通り、向こうは近江の本拠地、やべえ連中のど真ん中なんだからな。それにこれは俺の個人的な理由からだ。お前らを巻き込みたくねえ。そんなこと言うなよ。俺たち仲間だったはずだろ。仲間だから頼んでんだ。俺にもしものことがあったら、あとは頼むぜ。勝手なことばっか言いやがる。まあとにかくよ、せっかく貯めた300万、きっちり星野会長に渡さねえとな。行ってくるぜ。Okay, well first...Yeah, we can. I think we still have time to do it. Yeah. Yeah, it's both Jungi and, Zhao. Let's do Zhao first. Yo, Kasuga-kun. 先に一杯やらせてもらってるよ。そうかい。ご機嫌で何よりだ、蝶。なら、俺も少しやってくかな。一緒にいいか。
望むところだよ。ちょうど一人で飲むのに飽きてたとか。ここんとこハンピン・リューマンの連中はどうしてんだ。誰もおめんとこに出入りしてねえのか。そんなことないけど、まあマブチについてた連中はさすがに遠慮してこないね。そりゃそうだろうな。裏切ってクーデターに加勢してた奴らってことだろう。連中が総帥よりマブチについた理由ってのはお前も気になるんじゃねえの。別に。けどマブチは部下にしてみれば分かりやすいリーダーであったろうとは思うよ。分かりやすいって何が。マブチの欲しがってるもの、金と力を満たしてくれる部下をマブチは必ず評価する。掟を守らないとか暴力が過ぎるとかそんなのお構いなしにどんどんやれるやつをね。喧嘩の腕と度胸さえあれやバカでも上に引き上げられるってか。たとえ他の仲間を蹴落としたりしてもだよ、マブチにさえ忠誠を誓っていれば。むちゃくちゃだな。けどいつだったかマブチはああ見えてインテリだって聞いたぜ。ああ、あいつは何カ国語も喋れたし、数字に強くて暴力にもためらいがない。裏社会で言うと逸材だよね。もし登場会にいたら当然春日君より出世してたでしょ。I'm gonna go what if stunning me much. That might be charisma. 俺はアムションの中で生きるのが運命だったんだよ。そうだね。すまなかった。今のは俺の失言だったよ、春日君。そんなつもりで言ったんじゃねえって。謝る必要なんかねえさ。そっか。Intellect up. とにかく俺が言いたかったのは、若き日のマブチには才能があったってことでね。俺も総帥になったとき、そこを見込んで、マブチには右腕になってくれって言ったし。は？なんだよ。それじゃあ、お前があいつに力をつけさせちまった張本人か？ああ、なるほど。おお。確かにそうなるね。のんきに笑ってんじゃないよ。でも、あの頃のマブチは、それくらい魅力的な人間だったんだよ。今みたいに裏でうじうじやるような感じじゃなかったんだ。俺もあいつに惹かれてた。どんなところに。若い頃のマブチにはこうなんていうかさ、向上心みたいなのがすごくあったんだよ。のし上がってやるっていう気持ちが溢れてて、それを叶えるだけの才能もあって、俺にはないものをあいつは持ってた。だから惹かれたのかもしれないね。そう、ちょうど春日君みたいな感じかな。よくよく考えたら結構似てるかも。おいおい、やめてくれよ。で、そんな魅力的なマブチが変わっちまったのは何でなんだよ。今思えば、あいつが幹部になったのがきっかけかもしれない。幹部になってから、あいつは同年代で格上の俺に露骨に立てつくようになっていった。生まれだけで総帥を継いで弱腰の協調路線を続ける俺が気に食わなかったんだろうね。マブチはイケイケタイプだし、どう考えても俺って存在は邪魔だしうざいよね。ならいつかマブチは裏切るかもしれねえって超も思ってたんじゃねえのか。いや、俺はそんなに。なんだかんだあいつのことを信じてたのかもしれない。でも親父や子さんの幹部たちはマブチをよく思ってなかった。あいつはきっといつか裏切るから早めに消した方がいい、そう言ってマブチを消そうと動いたんだ。それでどうなったんだ。俺が必死に止めたよ。前にも言ったと思うけど、俺は内輪で殺し合うなんてバカバカしいと思ってる。しかも組織はこの先老人たちじゃなくて俺とマブチで背負ってこうって時期じゃん。マブチみたいな人間を潰すってことは未来を潰すってことにもつながる。だから反対した。なかなか老人たちも納得してくれなくてね。土下座したのは人生であれが最初で最後さ。マブチのためにそこまで。自分を嫌ってる人間のためにどうして。
マブチは確かに癖もあるし、悪いところも山ほどある。嫌なやつだしに。だけど俺にはない熱もあるし、才能もある。それに何より、俺はあいつを仲間だと思ってた。仲間を殺したくない、守りたいって思うのは当然でしょ。そうだな。すまない、野暮なこと聞いたぜ。春日君が野暮なこと聞くのはいつものことさ。気にすることないよ。だけどよ、なんか俺嬉しいぜ。何が？蝶が意外と熱い人間だってことを知れて。さ、俺が熱い？ああ、正直いつものらりくらりかわされるから、本当の蝶ってどんなやつかつかみきれてない気がしてた。でもこうやって酒を飲みながら向き合って、蝶がどんなやつなのか改めて分かった気がするぜ。なんだかんだで仲間思いの熱いやつ。俺が好きなタイプの人間さ。面と向かってそれ言われると恥ずかしいね。顔が赤いぜ。照れてんのか？酔ってるんだよ。もう一杯飲もうか。ああ、仲間思いの超先輩に乾杯。乾杯。Okay. So we got that. Now let's do, let's do Jungi's. I'm probably gonna put Zhao back in the party. Guess Jungi Han's on the phone. Who's he talking to? お気遣いありがとうございます。ソンヒ。あ、ソンヒ。よ、ソンヒは何だって？ああ、いえ、こちらに変わりないかとのことで、それだけです。へえ、美人のボスからそう怒られちゃ粋に感じるってもんだよな。私は主に恵まれているんです。前に仕えたハン・ジュンギもいい主でした。 The real ジュンギ・ハン、 yeah. Who died in Yakuza 6?あのハン・ジュンギとのことを話すには少し遡って説明が必要でしょうね。構わねえよ、俺は時間だけはたっぷりあるんだ。それなら遠慮なく。少し長い昔話をさせていただきましょうか。おお、存分にやってくれ。私の父親ははぐれ人言派の一人で、言ってしまえば異国に取り残されたゴロツキでした。そんな父に殴られながら、私は貧しい少年期を、どのコミュニティからも疎まれながら育ちました。家庭にも学校にも、私にはどこにも安心して過ごせる居場所がありませんでした。かなりすさんだ子供だったと思います。自分にちゃんと居場所があると思ってる人は、実は仇でもそんなに多くないっていうぜ。誰もがそれぞれに孤独を持つというわけですか。確かにそうなのでしょうがね。悪いな、話の腰を折っちまったか。本物のハン・ジュンギも私と同じように、やはり貧しく疎外された環境で育ちました。しかしその強さや頭のキレ、器の大きさは自然と噂に聞こえてくるほどで、やがて父世代の男たちが老いていく中、ハン・ジュンギが大きな力を持つようになったのです。実際チリジリだったはぐれ人言派は、彼のおかげでカムロ町にしのぎを持てるようになった。暴対法にあえぐ登場会とは対照的に、人言派は着実に存在感を増していきました。大した男だったみてえだな、そのハン・ジュンギは。ええ、しかし彼を青二歳と侮っていた私の父は、愚かにもその流れに乗り遅れ焦ったわけです。なんとか若きリーダーに取り入ろうと、叫びたりの脳みそをフル回転させました。そして出した結論が、
息子の顔をいじり影武者として組織へ差し出すこと。私は実の父から薬をもられ眠っている間に顔を整形されたんですよ。マジかよ、ボスに取り入るためにそこまで。影武者を差し出されたハン・ジュンギは苦笑するしかなかったようです。私の顔を見て元に戻せとは言いませんでした。悪くない案だと我々親子を受け入れたのです。ちなみにその親父さんは今どうしてるんだ？死にましたよ。もともと体を壊してましたが、好きな酒に溺れながら死ねて本望だったでしょう。家族仲はまあきっと良くなかったんだろうな。Guess not。 ハン・ジュンギは自分の振る舞いを覚えさせるべく可能な限り私をそばに置いてくれました。そこは私にとっていわば初めていることを許された場所です。私とハン・ジュンギは明白な主従関係にありました。 I kind of wish you could have the other or your CD music playing during these, but it would be so unfitting. Could you imagine this with Friday Night or Daytona? といえばあまりに僭越でしょうがね。今のあんたの話し方なんかはそのハン・ジュンギ仕込みってことか。本物のハン・ジュンギにはもっと品がありましたよ。と同時に凄みも感じさせる人物です。とても私の及ぶところではありません。そう言われるとますます気になってくるな。何がですか？いや、あんたも下ネタとか言うのかなって思ってな。This is gonna be charisma. なんで今そんな話を？だってよ、本物のハン・ジュンギは上品だったんだろう。当然下ネタなんかは言わないわけだ。ねえ、ハン・ジュンギの口からそんな話題は聞いたことがありません。だけどあんたは影武者なわけだから内面は別人だ。まあそうですね。だったらあんたは下ネタとか言ったりするのか？バカ話とかダジャレは？昔はその手の話もしましたけどね。おお、あんたの口から聞いてみてえな。やめときましょう。ハン・ジュンギの名前に傷をつけたくないので。すまない、変なとこではしゃぎすぎちまって。 Oh god, I just heard the startup sound for the event I'm supposed to go to next。 思ったことをそのまま言う春日さんのメンタル嫌いじゃないですよ。ありがとうよ。 Oh, confidence up。I have no idea how to raise my personal stats after this, because I know I've got to do passion for Sumire. Yeah, 少し驚いただけです。別に何も問題ありません。この世に生まれた時、私はキム・ヨンスという名でした。キム・ヨンス。His real given name。もうその名前に戻る気はありません。本物のハン・ジュンギももう亡くなりましたから。その本物の方は頭に銃弾を受けたっつったっけ？ええ。東京へ進出していた広島の組織とごたごたがありましてね。その時、あの人の死で、人言派は事実上の壊滅となったのです。当時私はハン・ジュンギとしてカムロ町の敵対組織に睨みを利かせる役でした。ところが本物のボスが死に、カムロ町でわずかだった人言派は張り子の虎。もしそのことが敵対組織に知れれば一気に駆逐され命さえ奪われかねません。俺だったらすぐにカムロ町を脱出するね。何もかも放り出してね。ええ、私もそうしました。共にいた数少ないメンバーたちもです。しかし人言派が全てだった私に行き場はなく、後で仲間たちと落ち合う場所もなかった。
頼れる人間は世界中のどこにもいません。砂漠で狼の群れに囲まれたようなものです。なかなかきついな、その状況は。わずかな望みをかけた砂丘は在日のコミュニティです。しかし彼らはマフィアの一員である私を受け入れてはくれませんでした。今にして思えば、仇として真っ当な生活を送る人たちの当然の反応です。それなのに私はうろたえ、取り乱し、同胞を見殺しにするのかとつかみかかっていった。そうか。通報を受けた警察が現場に駆けつけてきました。そのまま連行されるところです。通常ならば。お？なんだよ、気持たせる言い方しやがって。警官たちは偽物だったんです。そして私が連れて行かれた先は異人町。じゃあつまりその偽警官たちってのは、孫妃の指示を受けて動いていたコミジュルのメンバーたちでした。コミジュルもかつて人言派だったものの、もう一つの吹き溜まりだったのです。カムロ町を遠く離れた者たちが徐々に集まっていったということでした。そういや前に孫妃も言ってたっけな、コミジュルは人言派を母体にしてるって。ええ、コミジュルは落ち人村のようなところです。だから息を潜め、極めて閉鎖的でいます。そして長年遠巻きにカムロ町の人言派を伺い、その動向を見守っていた。そこで私は運よくコミジュルの差し伸べた手に救われたというわけです。さらに孫妃は本物の反純義の身に何があったのかを私に教えてくれました。広島の組織が使う殺し屋に頭を撃たれたのだと。物陰から不意をつかれてね。殺し屋か。もしかしてあんたはそいつを。ねえ、not them though。いいえ、その殺し屋も存在が知られた頃にはすでに死んでいました。私には敵を撃つ機会さえなかったんです。それからは失意の日々でした。しかし抜け殻のようになっていた私の回復を孫妃は根気強く待ってくれました。彼女は出世のため私の顔を変えた父よりも家族で、兄と慕った反純義に代わる姉です。今の私にとって孫妃の期待を裏切り失望させることほど恐ろしい事態はありません。そして春日さん、あなたは私にとってん？どういうボスになるのでしょうか。この先どうなるのか楽しみです。俺は別にあんたのボスになった覚えはねえよ。今のところはそうだな、飲み友達ってとこでいいだろ。なるほど。では私もその期待に沿うようにしましょう。これでやっと自己紹介が済んだってわけだ。なかなかの人見知りだな、キム・ヨンス。And that's level 3! Jin Yihan can also be a foreman. But we've already unlocked all the secret shops. Alright, on that I'm going to end here. Alright, I'll be back Tuesday? Yeah, for sure Tuesday. And then we are for sure finishing this game by the weekend. Alright, thank you everyone for watching. Thank you Kiwi for the raid. And I will see you next time. Welcome back, everybody. We're playing more Yakuza Like a Dragon. I kind of left you on a cliffhanger on Sunday. Chapter 12 started
It was called The End of the Yakuza. And, yeah. What do they mean by that? So let's get started. Then we also raise the bond level of Zhao and Jungi to level 3, I think. So, yeah, let's take a look at the party real quick. I'm still keeping Eddie in there. Like, I eventually want to bring in Sayako, but not till Eddie learns an extreme move. Yeah, I think we can just go. Where are we heading again? I forgot. Or going back to Seiryu Clan headquarters, that's right. Right. Yeah, let's try to get a lot of AoE here if we can. Yeah. Let's try this. Nope, only got one. Slip. Wait, I'll wait for them to move closer again. There we go. Come on. Okay, now. We're only gonna get one. And it didn't even kill. Slip! I should have gotten Aoyagi. Also, I should put Zhao back in. Especially since Zhao is at level. いらっしゃいませ. Okay. What have we had before? いただきます。キュウリのたたき、これは美味しい。の、
うめえよなそれ。ええ、韓国のキュウリのキムチに少し似ていますね。これを魚に一杯やりたい気分だ。じゃあ何か頼むか。なんだか催促したみたいですみません。ですがせっかくなのでお言葉に甘えさせていただきます。何飲もうかな。キュウリのたたきに合いそうなものは。 Oh no. Let's try brandy. ブランデー。いや、はん、春日さん、ブラ、私もそう思います。え、いや、そうなのにブラン、いや、すまね、こりゃ酒のチョイスを。ごちそうさまです。 Oh, I missed my chance.ありがとうございました。Okay, let's go all the way down to that part-time hero quest.But, false alarmist.出ると思った。あ、そんなことないか。やめんなよ。上がってこいや。見せてやるよ。おっと。I didn't need to do that. 俺の番か。Let's use paralysis. Oh, oh no, paralysis prongs on him. 行くぜ。That works. Yeah, those were some new Tsujimon. That's for sure.So yeah, the plan is to finish this game by this weekend, finish the main story, and then do some post-game stuff up until Christmas. And then after I come back from Christmas, I'll probably start with Assassin's Creed Valhalla. And also, to be honest, I haven't been keeping up with my gameplay practice. I know a new set's coming out, I'm sure. That's based on nothing and just my guess that there's a new set coming out soon-ish. And yeah, I still want to play, but...Especially with the new DMCA rules, I'm not, I might not even do Sounders. Let's do this part-time hero. They beating up on the homeless?
骨が折れそうだな。No, we're fighting the homeless. It looks like. Invested bat vagabond. Okay, then. Nice. See paralysis prongs. There we go. Whoa, that's a lot of experience! Holy crap, holy crap, holy crap! Holy crap, that's a lot of experience! So when do I learn those essence skills now? You really built me out there. I know you're just doing your job, but you're a true hero in my eyes. That was a lot of experience points. Holy crap. Flush. Yeah, maybe I should step by Hello Work as well. Hammered Head? I think that's a new enemy to me. Oh, I did get him. Sweet. Yeah, hopefully Eddie finishes this guy off. I didn't!
No, only got the one. It was a lot, though. That works. I should try to find more part-time hero bits. And there is one over there. Wait. It seemed like there was something over there. How do I get there? I see where it is, but... I can't do it the way Kiryu used to do it. Ah, here. This is how you get it. Oh, there's a safe up here, too. Open it up. Yeah, I did it! こういうとこ登るとテンション上がるな。おい、この屋根大丈夫か？崩れたりしないよな。へへ、飛び跳ねてみるか。うん、よしよし、やめろ。ねえ、なんでこんなとこ登ってんの？いや、特に理由はねえけど、楽しそうだったから。あ、そう。でも男の子って、そういうところあるよね。まあ、全員おっさんだけどな。Okay, so Namba level up, or slightly up. It's probably another Tojo Clan crest. Okay, we're getting off track. Let's go to Hello Work next. Actually, we don't need any of that stuff. Yeah, let's go to Hello Work next. ご用ですか？こちらになります。Okay, she needs to get to 22. What does, じっくりご確認ください。What does she need to get to, a sense of glow stick fury? There we go. Good God, you can get all the way up there?
応援しています。 Wait, I also need to check about Kasuga. じっくりご確認ください。 Okay, 22, absence of labor parade. Long live the king. Essence of wrecking ball. いかがでしょうか? What about this? Essence of shield rupture. Essence of electromagnetic storm. じっくりご確認ください。こちらになります。じっくりご確認ください。Essence of human grating, essence of searing. こちらになります。I like those, and I actually like the blue on them rather than, yeah. I still like Adachi as the enforcer. じっくりご確認ください。Okay, he can learn Essence of the Phoenix Blade at 24. いかがでしょうか? Glow Stick Fury at 24. The thing is, though, with Zhao, he's definitely keeping Daigo's look. Even though I like his bodyguard as well. じっくりご確認ください。Okay. お疲れ様でした。That's good enough for now. Still need a couple more job levels. Let's go ahead and do... Well, first eat. And then go to the Seiryu Clan headquarters. いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさまでした。Okay. ありがとうございました。Let's go ahead and go to Seiryu first. It'd be nice if there was a Tojo Clan crest sensor. Wait, there was something here. Daikon suits. Yeah, let's go ahead and take this fight. Come on, Kajoru! Hey!
死ねよ。死ね。遊んでくんないか。殺さねえと。舐めるなよ。見せてやるよ。おっと。俺の番か。舐めんなよ。どうした？ほら。Wait, what's this other one that it's active? Oh, it's the trash guy, I think. Hold on. Yeah, it's the trash guy. Okay, let's go to the main story first. Yeah, let's give him the money. Need 3 million? We had 17 million! Loaded spender. So you found the money? Hi. Me and my friends managed it somehow. I owe it all to them. Maybe we should have asked for more and kept the change. Not even funny, sir. We worked our asses off to hold up our end of the bargain. How are things on your side? Well, in that regard, unfortunately, there's no way to let you down easy. I haven't found anyone. No one who can handle a Jinsho, huh? Right. With Aoki's popularity behind him, finding someone who stands a chance against Kume is no small task. Understandable, I guess. But I still intend to work on it. I promised. And you've held up your end of the bargain. Yeah, I have to skip town for a little while to take care of some stuff. I hope you've got good news when I get back. Really? Where are you going? Osaka. Sotenbori, specifically. That's rather sudden, isn't it? Hi. Well, that's where Arakawa-san needs me. And he's counting on me to be there. And who did you hear that from? A fellow Yakuza guy from before I went to prison. He called me. It's probably going to be like, I think that's a trap. Few rumblings about Arakawa heading to Osaka on my end as well. The captain of the Omi Alliance is getting out of prison, so he's going to be there when he gets out. The captain, huh? So he's higher than Arakawa-san? Since he's just the acting captain. Correct. Masaru Watase! Oh! Watase's back! It'll probably be the first time Watase and Arakawa meet. To Watase, Arakawa is just an outsider from Kanto who shot up the ranks in his absence. If he makes even the smallest mistake in that meeting, it could be his undoing. Even Arakawa might be nervous about that. You think that's what he needs help with? I don't know about that, huh? You can ask him yourself. But a word of caution. Yeah? I just hope you don't get another bullet to the chest the moment you make eye contact with the man. Well, I've just got to trust him. To be honest, I've never really stopped. I'm going because he asked me to. I'm sure it'll be different this time. I wish I had more subordinates like you. ええ、渡瀬は若頭です。そして荒川の親父は渡瀬の代行の立場。渡瀬とは早めに一度顔を突き合わせて挨拶するのは当然だと。なるほど。なら、なんで今回に限って事後報告なんだ。親父の動きは逐一報告しろと言ってたはずだ。申し訳ありません、若。私も先ほど知らされたもんで。そうか。ま、あとは何が起きるか見ものだな。え、何が起きるかと申しますと。考えてみろ。
渡瀬勝と荒川真澄、その二人が顔を合わせるんだ。ただ挨拶だけで終わるのか。そんなはずはない。親父は何か企んでるんだ。まさか何か企んでいるとは。Please no, I don't like what to say. のままだろ。容体が回復する見込みは薄いと聞いてる。ええ、その通りです。じゃあそろそろ。Wait, is that still the same guy from five? いえ、そこまでさせてもらっちゃいないはずです。ですが確かに渡瀬の出生期に会長が正式に跡目を譲ると言い出す可能性はありますが。つまりそうなれば自動的に渡瀬が近江の会長に就任ってことだ。そしてきっとその時代がしばらく続くことになる。 What do you think, Arakawa's gonna make a play at this? I hope not. 跡目の話が起きる前に渡瀬がいなくなると話は違ってくるよな。え親父はそうなる前に渡瀬を消す気かもな。荒川の親父がまさかそこまでやるとは。そうかな。神室町参詣作戦の時、俺は親父に登場会を売れと迫った。近江を引き込めと言った覚えはない。あれは親父が自分でやったことだ。しかし親父のやつうまいことやったもんだ。そう思わないか。ええ、親父のおかげで神室町から登場会が追い出され、参詣作戦の成功が世に広まり、俺の顔も立った。でも登場会が消えたそのどさくさに自分は自分で近江を引き入れて、一躍登場会の参事から近江連合の大幹部へ昇進したんだ。ちゃっかりしてるよ。古臭い頭の切れない極道だとばかり思っていたが、正直あんなに変わり身がうまいとは思わなかった。つくづく権力ってのは魔物だよな。親父が渡瀬を消して近江を乗っ取ろうってのは俺にとって全然悪い話じゃない。身内が仕切る方が今後何かと都合もいい。ただ気になることもある。気になること。親父が渡瀬に会い挨拶だけで済ましたのならそれはそれだが、俺の読み通り渡瀬を消すつもりなら俺に事前に連絡すべきだろう。それはもし事前に連絡もなく渡瀬を消し、消した後も報告もないようだったら、それは俺への裏切りだ。絶対に許さん。親父が若を裏切るなんてことは。That's what you think. いや裏切りだ。ヤクザが力を震えるのはあくまで俺の監視下でだけだ。俺の立場はもはや参詣作戦の時とは違うんだよ。表の世界の頂点に立とうという人間は裏の世界の情報も細やかに把握しておく必要がある。そのポリシーを貫く上では相手が実の親でも例外はない。必要なのは歴然とした上下関係だけだ。沢城、俺と親父、お前はどっちに忠誠を誓うんだ。俺は親父から若のことを託された人間です。その命令は何よりも若を一番に思うということでした。なら親父の動きは細かく監視して報告しろ。わかりました。大阪には天道を向かわせます。奴は荒川の親父にも気に入られていますから。天道の親分、いつお戻りやったんですか。今日の昼や。
明日は頭の出所やさかいな。あれ、そうなんでっか。肩着は知らんで、こっちは油売っとらんと、ちゃっちゃと仕事する。 I forgot if Watase was part of 6. I don't think he was. いや、やめてくださいよ。 I think he was just part of 5. 剣道さんのパンチはシャレにならないっすわ。何やと。なんでもありまへん。仕事ありますんで、ほなまた。Ah, Cabaret Grand. That's her, So I'm sure everyone's played Zero. This is obviously Majima's club. Otto, boy-san, kore o kawari na. Ah, watashi mo, watashi mo. Yo, Ichiban. Sumaho zutto mite datte, Mitsu tte yarou ga sugu denwa shite kurere wake demo ne en da kara yo. Tsumanne kamo shite ne de. Koko wa hitotsu tanoshiku nomou ze.うん、賛成。大阪って最高だね。だもううるせえな。だから俺は一人で来るっつったのによ。春日さん、どちらへ。トイレ？全然飲んでないのにもう酔ったの。 Oh, we get to take control now. Wait for Mitsu to call. See if there's stuff we can get here.This is closed off. Okay. Anything over here? Let's explore this entire area. Ichiban, where are you going? It's way too dangerous to just walk around. Mitsukara no denwa machi ってのが落ち着かねえ。あいつ、いつになったらかけてくんだ。向こうは花から忙しいっつってたんだろ。渡瀬の出所祝いとかで。まあな、近江の本部で宴会の準備だとか言ってたな。くったらねえ。こっちはおやっさんの件でそれどころじゃねえってのに、気持ち察しろってんだ。そもそも来るのは明日にしてくれって言われてんだろ。それを勇み足でフライングしといて文句言っちゃいけねえよ。ミツってやつもいい迷惑だろ。なんだよ。Oh, he came early? さっき店の中で小耳に挟んだんだが、荒川真澄が大阪に来てんの。結構話題になってるみてえだぜ。そうなのか。客同士で話してんのを聞いた。下手すりゃ荒川と渡瀬の間でドンパチ始まるんじゃねえかってな。もちろん文字通り噂話ってとこだけどな。ちょっと待った。メールだ。ん？ミツってやつからか。なんだこりゃ。どうした。ニック尾形からだ。念願のカムロップとツーショットだとよ。おふふ。Oh my god。あの野郎、こっちの気持ち知らねえで。はーい、一番。写真見てくれたかい。レアなんだよあれ。彼気まぐれで街のどこにいるかわかんないじゃない。だから見つけちゃった時はもうテンション上がっちゃって。もういい、分かったから。え、どうしたの。あのさ、悪いがこっちは取り込み中だよ。1日か2日ぐらい連絡は遠慮してもらうぜ。ニック、取り込み中。おお、ベリービジーね。でも、ワイ、とにかくよ、落ち着いたらこっちから連絡する。それまでカムロップとよろしくやってね。おお、通りね。でもそんなに怒って。 What happened?What happened? Someone set up us the bomb. Mr. Ichiban. Suman. Kazuga, yo. Sonna ni kari kari suru kurei nara sassa to honbu ni ichimae yo. Eh? Konna toko de renraku machi shite ru nante omae rashiku nee da. Sore ni, moshi kyaku no uwasa dori don pachi demo hajimatte chimatta ra.荒川真澄の身も危ねんじゃねえのか。おい、足立さん。そうだな。
よし、行っちゃうか。行っちまうか。行っちまえ、行っちまえ。やれやれ、まったくこいつらは。We're heading into Omi Alliance HQ tomorrow, and who knows what'll happen. Better be ready for anything. Pretty sure there's a big shopping center down by the river. Good, we should be able to pick up what we need there. Let me guess, there are also side quests aplenty. Oh, we can go to the donkey. Well, let's pick up some Kushikatsu. Hell yeah. いらっしゃいませ。 いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。 Okay, we're almost there. この串カツ屋さん、 SNS で見たことある。超美味しいんだって。行きたいな。お、コンビニで読んだ雑誌に載ってたガールズバーだ。可愛い子が揃ってるらしいぞ。行きたいな。 ソースの二度漬け禁止って書いてあるけど、なんでだよ。あのソースは超高級食材なんだよ。え、マジで。ああ見えて一坪数十万円はくだらないね。だから串揚げ一本につき一回までって決められてるんだ。そんなに高級なタレだったのか。ニーロレコード。ここも。オスのキワミ2ミュージック。 Also, do these guys look more like, Whoa! Yeah, you get the paralysis prongs. Guys were actually tough. よく、そう、ああ見えて、一坪数十万だから串揚げ。そんなに高、そう言われる。え、まあ主な理由は衛生面だな。あとは
ソースの味が変わるからというんだよ。知らねえの俺だけかよ。高級なタレじゃな。Okay. I bet you this guy was good EXP. Hold on. Let's heal first.Get him. Oh my god! Yeah, that was some good EXP. There's something upstairs.I can't go any further up. No, I can't. Nah. But sure, let's eat again. Let's eat a freaking Wild Jackson. Okay, what do we got?Okay, we can get, Namba's to max now. You know, we're just gonna go to Donkey. Oh, there.Tojo Clan, I'm not sure. Yep. God, I'm sure there's some. Oh, there's somebody there for business. Well then. Confidence, intellect, and kindness all at level 7.Jesus. My God, I want to explore more of this, but... But I'm just going to be here all night. Ooh, there's a gold safe. 開けてみるか。開いたぜ。Blesswood are on.
Actually, that'd be good on Adachi. You can't go past there. Dang. Yeah, there are definitely some things here I want to see. Wait, is there another shop here? Oh, it's the Ibisu Pawn. Let's see what they got. You don't say. Okay. Prize Chinese saber. Oh, it's down. I think I already have one of these. No, I don't. No, just in case. Wait, rocket launcher. Arigato ne. Irasshai. As much as I want to, I don't want to. Sell that watch? No. Arigato ne. Tanaka Moemi no sign ga aru. Dare da sore? Ma, Moemi Tanaka idol ってやつだよ。へえ、ナンバそういうの好きだったんだな。別に好きじゃねえよ。一時期ちょっと興味があっただけでさ。はあ。ん？このタイプのサインを書いてるってことは、あ、これは6年くらい前のか。結構レアだな。ちょっと興味ある割には詳しすぎんだろ。いや、モエポンのこの書き方はセカンドのレコ発ツアーの時のだ。あんたも？ Okay, now Namba's at the point where he can get him to max.Tojo Clan Crest. Forshine, yep. This is the, that's what Kiryu has in Kiwami too, his cabaret club. Yeah, there's all kinds of stuff here. Yattaぜ! Reverie shoes.
bet you that's a Tojo Pine Crest. Yes, it is. Probably another. Oh, Silver Mantis! That's really good. Let's fight these guys. Down, con man. I think I've already explored in here. Yeah. Okay, let's just go down here. Probably take another fight. Yeah, I was seeing if Hataka's old talent agency was still there. Oh, there's another crest. Yeah, it's a good thing I took this time to explore. Getting all these crests and... Saki, tori sugari no oba-chan kara, ni-chan, e-fuku kitoru na te homerare chatta. ちなみにそのおばちゃんの方はどんな服着てたんだ？全身ヒョウ柄だったね。おおいかにも大阪のおばちゃんね。Yes, the Obatarian! おばちゃんは蝶に同じセンスを感じたんだろう。それって喜んでいいの？負ける気がする。The Obatarian. Who is in both Yakuza 0 and Yakuza Kiwami 2. The old lady, a surprisingly effective hostess. Huh?
Why is it over there? Why is the enemy over there? See, can we still fight him? Kind of want to. Come up here. Yeah. Yeah, that's right. Okay. Ooh. Come on, I need to heal. Need to heal Ichiban. Thank you. Should I just do screw you, stone cold? Yeah, let's do that. Yeah, use the paralysis prongs to end this. No, I gotta at least eat before taking on another one. I'm looking at how many secrets there are in here. Oh, there's more. Alright, no. Take the gold safe first. Akete miru ka. Aita ze. Rainbow hat. It's called a hat. It's called a rainbow hat. Whoa, run. We're not ready to take that. Run. Quick, Wild Jackson. I don't care that I ate there before. We're eating there again.
いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。 Okay. Now let's go to Donkey. Now that we've explored pretty much all of Sotenbori. And there's still the spot over here, but you know what? We might as well. Sounds like in the story we're only going to be here once anyway. Nope. Don't want to take this. Golf center's still there. Hungry Tom's still there. Oh, it's Sushi Ganko. ビカビカしててこの辺は酔っても明るいな。この道だけで電気代やばそうだな。そういえば関東と関西では電気の種類が違うのをご存知ですか？どうした急に。電気の種類？ええ。関東では 50Hz という周波数の電気を使ってますが、関西では 60Hz を使用してるんです。電化製品によってはそのまま使えないものもあるんですよ。へえ、よく知ってんな。お前まさか蒼天堀からも東電する気じゃ？するはずないでしょう。さすがにやらないと思うぜ。横浜と周波数が違うんだからな。そういう問題ではないです。Is here. Virtua Fighter 2. What is that? Super Hang On. Crane Game. It's just Virtua Fighter 2. Okay. So yeah, that was, What do you mean you can't go in there and try toilets? There's something here. Yep, Digital Clan Crests. And surprise, the enemies are gone. 困りましたね。どうした？ここ最近で一番悩んだ顔してるぞ。孫飛から美味しいお土産を買ってくるよう頼まれたんですが、たこ焼きもお好み焼きも持って帰るのは難しいですから。適当なお菓子じゃダメなの？こういうところで手を抜くと孫飛の気分を損ねるんですよ。一度そうなると厄介なので一発で決めたいんですよね。あんたも苦労してるんだな。
道理で白髪が増えるはずだね。これは白髪ではなくシルバーアッシュといって、一番に説明するだけ時間の無駄よ。Black Blade, Dismemberer. No, that's Takoyaki to go. Hey, can we... This is Tojo Clan Chris. Right by Sky Finance. いらっしゃいませ. Sega Taiyaki. You know, we need like 30 of these, right? ありがとうございました。 Yeah, that's become a somewhat recent trend in Japan, like foreign workers at the convenience store. It's one of the easier jobs for people that are just getting into the country to go to. Let's see what's down here. Last time I was here, I was getting fashion tips from what's her name? And that gal that kept calling me a country bumpkin. Loading up on these. There's probably stuff up here too. Gotta make sure I don't miss it. おしゃれな川沿いね。 見て見て! このベンチとパラソル! ゆっくりくつろげそう! 偉人町の桜川沿いだって似たようなもんじゃねえか。ええ、そうかな。くつろぐような川じゃなくない。いやいや、くつろぐどころか俺は熟睡できてたぜ。それはなんちゃんのホームレスハウスが桜川沿いにあっただけでしょ。 Yeah, numbers can be maxed. So we're looking at Zhao and Jungi are the last ones. こんなとこ、恋人と二人で歩いたら素敵だろうな。
俺らの中に未来の恋人がいるかもしれねえぜ。足立さんも関西に来てボケが上手くなったね。え？ねえ。Now I'm just remembering that mini game where, oh wait, here, there's another JoJo Clan crest. Oh, Silver Spider! That's good! Anyway, let's go to the donkey. Wait, it's closed? Joe, is this the shopping center you mentioned? Yeah, it looks like it's under construction. Are they not open? Dang. The hell?! Yuppie! Eh? Did I show you? Whoa, the robot talked! Oh, it's a Yuppie-kun. Huh? Yuppie-kun? A guide robot. A lot of mobile phone stores and supermarkets have been getting them to greet customers and stuff. Never seen one? Eh? Huh? That's, high-tech. So that means this guy's greeting us, right? Hmm. Guess so. Maybe they actually are open. What'd you like? Should I show you in? Go for it, little guy. Yuppie! Right this way. Yeah, something tells me they lost the licensing to Don Quixote. That's why they... Because I don't think there's been one in this game. Holy crap! Nanda. What even is this? This doesn't look open at all. Oh. What's the big idea, Yappy? Where's the shopping area? Shopping? I'm sorry, I don't understand shopping. Welcome to the Sotenbori Battle Arena! Oh. Battle Arena? This is a place where warriors of confidence in their skills come to clash. With a strong challenge, the stronger that we have selected. All fights are broadcast live to our members. Any challenger who succeeds in defeating the foes will receive a reward. Kamurocho has an underground coliseum just like this. I suppose they must be national. Now then, have at it! Go fight! Oh. Oh yeah, go fight, sure! Listen, you little robot, we don't have any intentions of fighting for the enjoyment of your people. Yeah. Actually, it might not be a bad idea. Huh? You may be fighting the Omi Alliance soon. This could be the perfect opportunity to polish up. Besides, underground members-only establishment like this tend to have a lot of backing. I'm sure the rewards will be more than worth it. We could upgrade our weapons and equipment and train while we're at it. The benefits outweigh the risks, in my humble opinion. Well, I guess if when you put it that way, we will not force you to participate. If you wish to fight, talk to me at any time. We do not turn away challengers. We do not hunt down those who leave. Our arena is always open to you. Wakatta. All right, got it. Yippee! We look forward to seeing you fight. So it's a Mori Battle Arena, huh? This might actually be a perfect place to train. Now I'll give it a shot when I have some time. Okay, once we're ready, let's take a taxi to Omi HQ. Okay, let's see what they